めんなさい。いけないわ。それじゃ。別に構わないけど。わかったわ。それじゃ。久しぶりに全力疾走しちゃった。バ
イトしてるとはいえ、やっぱり体がなまっちゃって、私も年かな、なんて。でも待ったでしょ、本当にごめんね。へえ、かっこいい。なんてね。気づいたんだけど、ここの中ってかすかに絵の具の匂いがする。え、本当に絵の具の匂いがするの？すごい、鼻が効くんだ。私は冗談で言っただけなのに。たまには遊びに行くのもいいもんだね。あのさ、一緒に帰ろう。まだ次のバイトまで時間あるからね。別に構わないけど。わかったわ。それじゃ。ふむーのくん、遅れてごめんなさい。ええ、そうね。そう、それじゃきっとのんびり見られるわね。行きましょう。ねえ、さっきの彫刻、作った人の経歴見た？私たちの学校の卒業生みたい。ええ、その息ね。ねえ、まだ時間も早いし、どこか寄っていかない？よかった。それじゃあ、行きましょうか。やっぱりいつ来ても、ここって混んでいるわね。とりあえず、入ってみましょうか。足が棒のようだわ。思ったよりもたくさん歩いたみたいね。
ええ。クラスのみんなもその話題で盛り上がってるわね。ええ、楽しそうな話ね。そうだったの。そろそろ帰りましょうか。今日は一日どうもありがとう。とても楽しかったわ。それじゃあさよなら。ふむうのくん、遅れてごめんなさい。ザ・タイツメン？どんな劇団なの？良い子は真似しないようにって言うくらいなら、初めからしなきゃいいのに。そう思わない？でしょ？エンターテインメントを履き違えているとしか思えないわ。あ、ねえニコゴリ君、まだ時間ある？よかったらもう少し一緒に。ええ。わあ、かわいいお店。こういうところに一緒に来るのは初めてね。ねえ、こうしているところを他の人が見たらどんな風に見えるのかしらね。それがどうかしたの？素敵ね。そういう話がしたかったの。嬉しい。そういう話ができる人探してたの。そろそろ帰りましょうか。今日はどうもありがとう。ねえ、一緒に帰りましょう。